やだよ、行きたくないよ、警察。めんどくさい。アルバイト終わった後さ、ね、3時からさ、まあ5時くらいまでの1、2時間ぐらいって結構そのいい時間なんだよ。1日のうちで頑張った後。頑張った後さ、まあちょっと動画も作んなきゃいけないんだけど、でも頑張った後にちょっとこう少し開放感でさ、はぁ、みたいな感じなんだ。今から警察行かんじゃん。なぁ、もう嫌だよ。行ったってさ、こんぐらいじゃ対応してくんないから、意味がないっても分かってっからさ、人間ってやっぱこう、意味がないことに耐えられないんだよ。人間はやっぱ意味が必要なんだよね。無意味なことには耐えられない生き物。カッチャンプリン男性。行ってこよう。お疲れ様。はい。あ、わかりました。で、ちょっとまたなんかこう少し同じこと起きたり、ちょっとまあエスカレートしてきたら、ちょっとはい、再びちょっとご相談させていただきたく思います。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。します。はい、まぁ、ちょっと、実際にちょっと足運ぼうと思ったんですけど、ちょっとその前にね、ちょっとまぁ予約みたいな形で電話しようと思ったら、仙台南警察署の方にちょっと電話して、そのままなんか電話相談みたいな形で、ちょっと対応してもらって、はい、まぁ、なんかちょっとそういう感じで、まぁ、今回別にその被害届出すとかそういうとこまではいかなかったんですけど、まぁ、ちょっと、はい、またなんか同じこと起きたり、なんかこう、なんか嫌がらせがエスカレートしてきたりとか、なんかちょっとあったらまた、まあ相談、まあ連絡するということで、まあ一応警察には電話してて、はい、自分のちょっと、YouTube の、活動のこととか、名前とか、ちょっと、はい、住所もちょっとお伝えして、まあ一応、まあ今回のことに関して、警察に相談をしました。はい。うん、まあ、被害届とかそういう形にはなってないですね、まだね。はい。で、まあ、あとこの、まあ、合計8枚あるんですけども、まあ、それもちょっと取っといてくださいね、というふうには言われてね。まあ、ちょっと、まあ、証拠っていうか、まあ、あと、まあ、剥がしちゃダメらしいですね。剥がさないで、やっぱこう、その時点で警察に連絡くださいっていうふうに、今度同じことが来たらね、うん、なんか、剥がさないでくださいっていうふうには言われましたね。うん。です。はい、トマト、肉、野菜の卵とじ丼食べてました。でちょっとね、ちょっと、はい、アイビスペイント。昨日のコラボね、生配信でランドランドさんからね、ちょっとね、おすすめしてもらって、ちょっと、ただなんですね、フリーなんですね。ちょっとダウンロードインストールしてね、やってみてるんですね、ちょっとね。うん。ただでね、無料で使えるんだね、すごいね。うん。うん。これをこうやって写真読み込み新規キャンパス。無料体験。マウス左ボタンドラッグ。スペースキーを押して、まあ、ペンをドラッグします。そうなんだ。クククククしました。スペースキーを押した。あ、間違った。ん？こうじゃないのか。ん？どうやんだこれ。全然わかんないな。どうやんだ？あ、こうか。
終わったと。ああ、なるほどね。オッケー。おお、太。ああ、やばい、消えた。ああ、太い。え、取り消し。おお、すごい。ああ、もう一回、取り消し。おお、やば、楽すぎ。消しゴムつかなくて。デジタルイラストできた。これはどうやって保存するんだ。どうやって保存するんだこれは。どうやって保存するのか分かんないぞ。あ、S か。コントロール S。ならないね。苦戦してます。これってマイヤラに戻る？マイヤラに戻る。出ると保存される。オッケーできた。よし、活動チャンネルデジタルイラスト第1話。ちょっと色もちょっと塗れなかったけど、ごめんね、なんかちょっとこういう感じで。こういうのもできんだね、すごいね。書いたあれがわかんだわ。すごいね。ああ、こういう風にしてやるのね、すごいね。この画面キャプチャー、その映像、動画キャプチャーもちょっと俺やらなきゃダメだね。はい、ということでございましたね。ちょっとデジタルイラストにちょっとね、少し初挑戦してみました。まあ、ちょっとまだね、使い方も全然分かってないんで、まあ、ちょっと調べながら、まあ、ちょっとコツコツこう書いていこうかと思います。はい。なんかちょっとこのパソコンもね、コミックゆり姫体現者様からね、ちょっとね、去年の12月にね、いただいてね、ちょっとこれでね、ゆりイラスト、まあ、女性同士のね、こう、まあ、恋愛のイラストをちょっと書いてくださいっていうね、デジタルイラストをこう、リクエストいただいたのでね、ちょっとすいません、なんか遅れてしまってね、ちょっとこれをゆりイラストもね、少し書いてみ、難しそうだけど、ちょっと挑戦してみようかなと思いますね。はい、って感じで、ね、すいません、お待たせしました。すいません、ありがとうございますね。頑張りましょう。ありがとうございます。デジタルイラストチャレンジ。はい、Amazon ギフト紹介させていただきます。こちら、無印良品の、カレーレッドとかですね、フォンドボーのスパイシービーフカレーいただきました。あと、こちら、ワイヤレスのイヤホンいただきました。いや、こんな、こう、すごい、なんか、グッズいただきました。ありがとうございます。こちら、匿名希望様ですね。いつもご支援いただいている方なんですけどもね、ありがとうございます。まあ、いろんなね、立場のね、視聴者さんにね、いろんな、まあ、それぞれ楽しんでいただけるような、こう、チャンネルのあり方がね、まあ、理想なんですけども、ちょっとまあ、少しね、なんか、まあ、右往左往しながら、ちょっとまあ、僕自身も、まあ、探ってるんですけどもね、まあ、ちょっとより良いチャンネルをね、作っていけるように頑張りますんでね、すいません、いつもありがとうございます。頑張りますね。ありがとうございます。